サンブル。戻ったぞ、リア。おかえり。うひょ。うひょ。もう、ああ。部屋に戻るなり、食い気味で出迎えられた。やたら前のめりなその勢いも気になるが、それ以上に。どうしたんだ、それ。リアが着ているのはいつものドレスではなく、薄手の生地で肌が透けて見えそうな服だった。こうしているとまるで普通の少女のようだ。あのね、そのい一緒に寝ないかな。え？だからそのベッド一つだけだし。これさ、なんかベッドのサイズさ、セミダブルだよね。女の子とはいえ、確かに男一人女一人だからセミダブルでもいいかもしれんけど、セミダブルだよな。いや、ダブルか。枕のサイズ的にどっちでもいいけど、密着するんだろうな。それはまあそうなんだが。そうではなく、一体急にどうしたというのか。スレンとね、ちゃんとお話ししたいの。私のことと、それからもちろんあなたのことも。だって私まだ何も知らないから、スレンのことわからないことばっかりなの。だからね、私に教えてほしいなって、そう思って。リア、そうか。向き合うと決めたのは俺だけではなかったらしい。なんで笑うの。いや、悪い、嬉しかっただけだ。え？たとえ迷うことがあったとしても、リアはやはり俺なんかよりもずっとまっすぐなやつだった。わかった、一緒に寝るとするか。いいの？そいつはどっちかっていうと俺のセリフなんだがね。どうして？ひょとんとした顔で不思議そうに首をかしげてみせるリア。なるほど、花嫁とは無垢な存在であるべきだ。彼女はまさにそれを体現しているかのようだった。なんでもないさ、さっさと寝ちまおう。今日はなんだか疲れたからな。その、ずいぶん帰りが遅かったけど。そうか。まあいろいろと考え事をしててな。ごめんね。おいおい、なんでリアが謝るんだ。だってきっと私が。そこで申し訳なさそうな顔をされても困る。いや、そんな気持ちも押しとどめずに話せるようになるべきだ。いいから、ほら横になっちまえ。でも話の続きは明かりを消してからにしよう。そっか。うん、そうだよね。スレン、またカッコつけちゃってる。そういうのは言わなくていいっての。
そうして明かりを消すと、どこから、どちらからともなくベッドの上に横になる。けれどもだ。どうしてか俺たちは背中合わせになっていた。リアと向き合うんじゃなかったのか、俺は。スレン、ごめんね。何がだ？恥ずかしくて。ごめんね。そっちを見れない。そんなにも過細く震える声で言われてはこっちまで恥ずかしくなってしまう。いや、こういう気持ちもまっすぐにちゃんと彼女に伝えるべきなのかもしれない。まあ、そのなんだ、俺もだからさ、そっちを見れないってのは。あ、そうなんだ。気づいてなかったのか。なんていうか、こう、いざとなるとさすがにまだそこまではだな。うん、あのね、ゆっくりでもいいと思うの。そういう割には大胆なお誘いだったな。もう言わないでよ。うん、嘘、何でも言ってほしい。ああ、リアに聞いてほしい話があるんだ。俺がお前の担い手になった理由。英雄にならなければならないその理由だ。うん、聞かせてほしいな。それじゃあ。どうして俺はリアに語った。俺が教会付きの孤児院の出身であること、親代わりである先生と同じ孤児の家族たちのこと、そしてアイリークの孤児院は今存続が危ぶまれる状況なんだ。孤児院の面倒を見てくれていた先生は少し前に病に倒れてこの世を去った。その途端に孤児院の立場は怪しくなってしまった。もともと俺を含めた孤児の大半は戦災孤児。リアたち花嫁が現れて帝国の侵略を押し返すより以前、このミディール正教国が荒れに荒れていた頃の意地だ。あれからこの国には平和が訪れ、孤児の数も大きく減った。それは間違いなく素晴らしいことだ。だが一方で、もはや孤児院は不要と訴え、取り壊すべきだと訴える声が大きくなった。そんな。もともと先生が無理を言って維持してくれてたらしいんだ。その先生が倒れ、孤児院は頼みの綱を失ってしまった。じゃあスレンはもしかして。まあ、孤児院出身の俺が英雄になれば箔も作ってものだろ。それでも潰したがるなら直接文句を言ってやる。取るに足らない孤児の言葉などを聞き入れられはしない。だが五国の英雄、それも担い手となれば正教会も決してないがしろにはできない。
名実ともに国に命を捧げているのだ。その言葉に耳を傾けないようでは、正教会への人々の信頼など失われてしまう。そっか、スレンはみんなの家を、家族を守るために戦うんだ。まあ、いい年して生意気なのもいるが、ほとんどが俺より下のガキばかりだからな。生まれはバラバラでも俺たちは家族だ。そんな俺たちを一つにつなぎ止めてくれているのが孤児院という家なのだから。お父さんってさ、あいつら俺のことをそう呼ぶんだ。お父さん？笑ってくれるなよ。違うの、今のはそういうのじゃなくて。わかってる。うん、なんだかね、そうだなって思ったの。なんだそれ。自分でもよくわからないと言った風にリアが笑う。でもそうか、こんな俺でも少しはそれらしく見えるのだとしたら、俺にとってそれは何よりも誇らしいことだ。大事なんだね。ああ、大事だ。俺の命はあいつらを守るために使う、そう約束したからな。約束？誰と？ん？そいつを。ほう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 、おい、また面白いシルエットしやがって。いつどこで誰と約束したのだったか、見たことあるようなないような。ないか、おっぱいないしな。おっぱいやったら、おっぱいやったら姫様とちょっと殿下とあれしたかもしれんけど、これツインテールだな。右上にちょっと隙間があるから、ツインテールの貧乳は見たことないな。いつどこで誰と約束したのだったか。スレン？いや、とにかくだ。俺は英雄になりたいんじゃない。ならないといけないんだ。俺が決めた、俺の命の使い道だ。そのためならどんな困難だって乗り越えてやる。リアが今どんな顔をしているのか、まだ向き合いきれない俺にはわからないけれど。なあリア、聞いてくれ。俺は今こう思ってる。お前と二人で英雄になりたい。いいな、この会話がすごいなんかいいな。スレン自身はリアと共にいたいと思っとるけど、もう一つの人格に関してはリアを憎んどるわけやねんか、明らかに。けど外部の目からしたらスレンはスレンなわけよ。わあ、わあ、いいね。プロローグとしてはすごいいいね。それでさ、その頃はもうさすがに忙しいんだろうが、どうにか合間を縫って
お前と一緒に孤児院に帰るんだ。俺とお前二人で守ってやったぞって。もう大丈夫だってあいつらに言ってやりたいんだよ。わがままを言って悪いが、どうか付き合ってやってほしい。頼む。リア、どうした？なんでもない。あ、いや、でもだな。見えなくてもわかる。お前、なんで泣いてるんだよ。わからない。でも、でも。たく、お涙頂戴の話をしたつもりはないんだがな。本当に優しいやつだ。どうしてかこっちまで泣けてきそうになってしまう。リア、お前の力を貸してほしい。私、スレンのこと死なせちゃうんじゃないかってそう思ったら怖くて。なあ、一緒に歩こうって言ってくれたのに、なのにいなくなっちゃうのは嫌だってそう思って。リアは妖精で俺とは違う。俺はいつか死ぬが、リアは指輪に帰り、俺のことを忘れてそれからもあり続ける。我ながらひどい頼みもあったもんだな。リアが俺に協力的になればなるほど、俺は多くの力を渡せるようになり、ね、結果的に俺の死は早まることになるだろう。ただでさえリアは他の花嫁よりも魔力を大量に吸う性質らしいのだ。次に彼女が力を振るった時、俺が立っていられる保証はどこにもない。俺がリアと共に歩けるのはほんの短い時間だけだ。だがそれでも、お前が俺を思ってくれてるのは嬉しいよ。それに誓いを交わして早々に死なれたら困るよな。でもな、リア、お前が俺を生かそうとしてくれて、その代わりに俺はお前の力を引き出せなくて、そして何もなせずに死んでいくのはダメなんだ。それでは俺は英雄になれない。それでは俺は大切な家族を守れない。でも、スレン。そんな生き方は望まない。俺は最後に笑って死ねる俺でありたい。そうじゃないと俺じゃない。お前の前で格好つけてられないだろ。何度も何度もしゃくり上げるリア。その頼りない背中にそっと背中を当ててやる。スレン。ああ。あったかい。
ずっとずっとこうしていられたらいいのに。そうだな、本当にそうできたならどれほど幸せなことだろうか。けれどもそれは決して叶うことのない夢だ。そうか、お前結構寂しがりなんだな。うん、そうみたい。お前のこと俺はちゃんと知りたいって思う。うん、そのためにもさっきみたいに怖がられてるようだと困る。ずるい、ずるいよスレ。ごめんな。うん、でもね。ポンとリアが背中を押し当ててくる。私たちってきっとそういうものなんだね。あるいは繰り返される別離の悲しみを忘れるために彼女たちは記憶を失うのかもしれない。そんなことをふと思ってしまった。ドクンドクンってスレンの音がする。いや、そうじゃない。俺の命、それはもう俺だけのものじゃない。こいつは俺とお前、俺たち二人の命だ。そっか、そうなんだ。ならもう精一杯生きてやろうじゃないか。一緒にさ。いきなりの言葉に心臓が飛び跳ねた。今あのリアに伝わってやしないだろうな。うん、決めた。うんうん、もうとっくに決めてたんだよね。とっくにか。そうだな。思い出すのは婚姻の儀。まだ昨日のことなのにもうずっと前のようにすら思える。けれどもあの時俺たちは最後まで一緒だよ。ああ、そう誓いを交わしているのだから。だからもうこれ以上の言葉はいらなかった。眠れそうか。うん、スレンが高いから。そいつは何よりだ。ならこっちを向いたっていいぞ。うん、それはまだちょっと恥ずかしい。それにしても誓いを交わした身で今さら好きだなんて言われるとは。なら、おいおいな。うん。本音を言えば、俺だってリアの方を向くことができない。
けれども俺たちは今はこれでいいのだろう。おやすみ、スレン。それとね。